京都丹後鉄道は京都府北部から兵庫県の北東部を走る鉄道。国鉄時代からある宮津線を引き継いだ区間と昭和63年第三セクターの手によって開業した宮福線から成り立っています。唐川駅はその宮福線にある秘境駅です。鉄道路線としては比較的新しい宮福線。山あいを多く走るため高架やトンネルが頻繁に現れますが、その先にはどんな秘境駅が待っているのでしょうか。唐川駅に到着です。この駅はホームの両端が出入り口となっています。山の斜面を削り取って作られた簡素なホーム。幅も狭く窮屈そうです。通過列車を見送るにはちょっと気をつけなければなりません。唐川駅は昭和63年7月に開業しました。現在駅を利用する人は1日にわずか3人ほど。特急や快速列車は止まりません。山あいに列車の音がよく響きます。お、また違う車両だ。いろんな種類の列車が通り過ぎるので見ていて飽きません。コンパクトですがしっかりとした作りの待合室。ここなら通過列車が思い切り飛ばしてきても安心です。座布団も座り心地良さそうだし、結構のんびりと列車を待っていられそうな場所ですね。待合室の横には周辺の案内図。なるほど、すぐ近くに分校の跡があるようです。こんな校舎が残っているといいのですが。ホーム反対側の出入り口、黄色の切符入れが目印となっています。で、その先は細くて急な下り階段。ホームの先に線路をくぐるトンネルがありました。ここを抜ければ案内図にあった分校跡まで行けそうです。歩いてほんの数分のところに分校入り口の目印となる石灯籠がありました。ホタルとカジカガエルも住める清流なんですね。せせらぎの音が爽やか。橋の向こうにポツンと石碑が見えました。ここにあったのは小学校だったのですね。学校の跡地では毎年6月にホタル祭りが開かれ、静かな山里にも
賑やかな時間がほんのひととき訪れるそうです。